1万人に1人が発症すると言われています。ほとんど自覚症状がなく、40歳から70歳代に多いがんです。今回は腎臓がんです。腎臓は血液で作られた老廃物を尿として体外に排泄する働きをしております。大きさは、握り拳ぐらいの大きさで、背中に左右1個ずつあります。詳しく見ますと、糸球体と尿細管からなってまして、おしっこの元をですね、尿細管で再吸収といって、必要な成分をまた体の中に取り入れたり、体に不要なものを尿として排泄する、そういう働きをしております。腎臓のがんは腎臓の尿細管からですね、発生するというふうに言われています。腎臓がんの原因ははっきりとは分かっておりませんが、肥満とか、あと喫煙ですね、こういうものが大きく関係しているのではないかということは言われております。あと糖尿病とか高血圧、このようないわゆる生活習慣病も影響しているというふうに考えられます。予防するためには適度な運動とか、野菜摂取、このような食事にも気をつけられるといいのではないかとは思います。腎臓がんの初期症状はほとんどありません。進行すると血尿、腰のあたりのしこりや痛みなどがあります。また食欲不振、急激な体重減少、貧血、発熱などが現れます。症状が続く場合は腎臓がんの可能性があります。すぐに病院を受診しましょう。内科の超音波検査とか、あと人間ドックをされた場合の CT 検査などで、偶然発見されることが多いです。また転移ですね、肺とか肝臓に転移することも多いんですけど、その転移による肺とか肝臓の症状ですね、そういうもので発見される場合もあります。検診や人間ドックを受けられてですね、超音波検査あるいは CT 検査をして見つけるということが大事です。そういう場合見つかる腎臓のがんは、進行してない早期のがんのことが多いですので、早期に見つけて早期に治療するということが大事かなというふうには思います。治療は手術療法が基本です。以前はですね、その腎臓がんができた方の腎臓をですね、全部取る、そういう手術が主流でしたが、近年はがんが小さい場合はそのがんの部分のみを取る、そういう部分切除といいますが、そのような手術が行われるようになってきております。腹腔鏡という内視鏡を使ってですね、お腹を大きく切らずに手術をする、そういう方法も普及してきております。ただ、進行したがんに関しては手術がなかなか難しい場合もありますので、その場合は、インターフェロンとか、あと最近出たんですけど分子標的治療という、そういう新しいですね、抗がん剤を使って治療することもあります。腎臓のがんはいわゆる初期症状がですね、乏しいためになかなか発見が困難ながんの一つというふうに思います。超音波検査や CT 検査などの画像検査を適宜受けて早期発見するということが大事です。早期発見したがんは手術により摘出できますので、その場合は長期に生存する、長生きできるということも十分期待できます。やはり禁煙、あと食事を気をつけたり、適度な運動をするということを通して、がんにならないように予防するということも大事じゃないかとは思います。